はい、じゃあ、さしこちゃん、今日で49日目ですね。よろしくお願いします。月曜日です。月曜日です。ね、天気がいいですね。暑いですけど、よろしくお願いします。49日目です。頑張ります。久しぶり。久しぶりでもないか。久しぶりか。よし、やります。まずは、イベント紹介ですね。となってますね。トラックが通ってます。なんだ。手ぬぐい店ですね。手ぬぐい店さん、もう開催中ですね。9月15日までですね。まだ9月入ってないですが、ちょっとまた。いきなり絡まった。なんかやりだすと絡まる。月曜から絡まりで。ね、ちょっとね、朝が寒かったから喉が痛いんですよね。まあ、だいたいガラガラ声な感じなんだけど、なおガラガラ。風邪ひくとね、喉からくるんですよ、僕。あなたの風邪はどこからってあるじゃないですか、 CM でね。私は喉からなんですよね。いつも言ってますもんね。私は喉からって。あ、これあれか。ああ、ちょっと一回、ちょっと糸ほどこう。一回ほどいて、ちょっと絡まってる、結ばった状態で通してるっぽいから、うん、ちょっと待って、ここで一体これを取って、ちょっと待って。何もうやだ、月曜から。月曜の朝からやめてください。おっと、ちょっと、なんだ、まだこれ。これ、結ばってるよね、これね。結ばってるよね。結ばってたんだね、多分ね。刺し子の糸を、あれですね、終わった時はちゃんと結ばってない状態にしとかないと、なんかこう、いろいろ針をあっち行ったり、こっち行ったりさせると、こういうことも初めてだな。よし、取れた。OK。ナイス。OK。ハサミがないから、どうしようか。ちょっと線が細。ちょっと行ってみよう。ね。はい。はい。49日目です。よろしくお願いします。もう3分過ぎた。もったいない。3分がもったいない。で、イベント紹介で、9月15日までですっていう話で、まだ9月になってないんで、まだあるんですけど、もう、今日も8月後半なんで、もう9月ですね。で、週末にドゥカティさんの動画を上げたんですよ。お店で撮ったやつ、見ていただけましたかね。ドゥカティさんの、ちょっとその時記事が少なかった状況だったんですけど、まあ、ドゥカティさん最後になっちゃったんで、撮ったんですけど、あと、その商品が注文してますっていうので、それがまた届いたやつのも撮ったんで、それまた近々あげようかなと思いますね。いくつか撮ってるのがあってね、それあげてなくて、まあそれ今日、全部あげれないかもしれないけど、今日とか、あげますね。ちょっと順番があるから、順番ずつあげましょうかね、時系列というか。それとあと、ドゥカティさんの、まあもちろんヒラリさんとか、オケイシカさんとか、ズクさんのはもうあげたので、あれ以降は撮ってないんですけど、まあそれ以降で、ズクさんのとか入ってきてるのかな、注文してるのかな、追加が入ってきてるのかな、入ってきてると思います。で、あとはですね、編集がどうしてもっていうやつで短い動画を上げたんですよね。ああいうフィッシュさんだったですかね、刺し子なんとか長で、刺し子の方に載ってあるやつのを自分でこう刺したっていうので、どうしても天使を見せたいっていうので、あれをアップしてますね。あれ、あのくぐり出しの黒と白だるまの方眼ガイドを使っ
て、そのアイルフィッシュさんの本の図案を参考に店主が差し越してしてっていうか、まあ、したやつですね、した終わったやつの、まあ、のてのインスタグラムにも載ってるんですけど、の 実物をこう見せたいっていう動画をアップしてるんですけど、あれがね意外とね見られてるっぽくて、まあ、なんか勝手にこうどういう方が視聴者層なのかなと思った時に、やっぱりこうある程度差し子ができてるされてる方とか、まあ上手になりたい方が見られてるんじゃないかなって気がするんですよね、このさしこちゃんチャンネルはね。っていうところで言うと、この初心者みたいな人ってあんまり 見てないのかなっていうのが、まあ初心者、まあ上級者でこうながら音楽的な感じ、ながらラジオ的な感じで見たり聞いたりされてる方もいるかもしれないですけど、あんまりこう初心者の方が見られてないのかなと。その動画、店主がアップした動画が結構見られてるっぽいので、それを感想も踏まえるとそんな気がしますね。なので、まあ、結論というか、まあ、この動画をたくさん見ていただくためには僕がやっぱり上達しないとダメなんだなってちょっと思いましたね。で、上達なかなかしないですよね。今日で49日目です。もう明日で50、明日かするかな。50日目になるんですけどね。まあでもね、まだまだ上達しない。まあ最初に比べたら上達してるんですけどね。してないかな。なんかそんな感じがしましたね。視聴者の勝手な想像。YouTube とかで一応こう出るんですけど、なんかデータがまだ足りませんみたいなの出るんですよね。まあ少ないからなんですけど、見てる方が。でもなんか 100% 女性みたいな感じで出てるんですよね。男性いるかな？男性見ないっすよね。男の差し子。男の差し子見ないっすよね、男性ね。やってるんですけどね、男が差し子。ねえ、まあ、頑張ります。音頑張りますって言った瞬間に引っかかった。音長い。まあ確実に上達はしていってるので、確実にというかちょっとずつですけど、まあ今まあねもう頑張りますしかないですね。あとは、話をさっと切り替えて、つるるさんの動画ですね、商品紹介動画も動画の概要欄に貼ってます。これもまた別の作家さんを撮るまでは、つるるさんの動画リンクつけとこうかなと思うので、まだそっちの方の動画は何も撮ってないんで、しばらくはね、つるるさんの紹介も。やっぱね、紹介するとね、見られてるんですよね。見られてるので、見てない方は、また見たいって方はどんどんぜひ見てくださいね。いいですよ、星空イヤリングと星空ピアスですね。いいですよ、可愛らしいですよね。砂子技法ね、覚えてるでしょ。砂子技法やっぱね、僕も覚えてるんですよね。やっぱ やるほどですよね。こう YouTube とかこの動画差し込むそうですけど、やるほど、やったほどですね。もうやったほどですよ、もう。あとはね、紹介はないですね。あとは、そうですね、なんかあったかな。まあ、差し子店も先週末土曜日、先週は土曜日だけだったんですけどね、来ていただいたということで、ありがとうございます。僕の方はもう子供と、まあ、お留守番、プラス、昨日は家の掃除。掃除ばっかりしてるな、週末は。ね。
掃除ばっかりしてる。なかなかいろいろするとこある。やっぱあれですね、家のことをやればやるとなかなかこう趣味とかって持てないような気がしてるんですけど、ね、やっぱり趣味持ってる方とかいらっしゃるけど、まあ、この差し込む趣味なんでしょうけどね、あの外に遊ぶとか、こう男の人だったらなんだろうな、外でなんかする趣味、釣りしたりとか、僕釣りとかしないんですけど、まあ、そういう趣味って絶対じゃないけど、まあできないなと思って、休みになるとこう掃除しなきゃとか、他にすること、子供となんとかしなきゃとか、まあ、釣りに限らずなんですけど、こうまあでも刺し子と一緒で時間を見つけて、皆さんされてるんだからやればできるのかな、趣味もね。あんまないんですよ僕趣味、まあなんか趣味の話しましたね前もね、趣味がないんですよね。仕事が趣味とかってのはまあ言いたくないけど、でもそれに近いところがあるんで、趣味じゃないけど、こうなんかやっぱパソコンでいろいろしたりするのは好きですけどね、できないですけどね、仕事してたら。たまさし子、もうさし子だな、今唯一の趣味はさし子だな。いいよねさし子、男性で増えてくれないかな。でも男性って意外と器用だから、したら上手な人いっぱい出てくるだろうな。中心切れなかった。あと時間、あもう10分過ぎた。今週はできるだけ、あ平日はね、さし子動画撮ろうかなと思ってるんで、今日は店主いないんですけど、今日お店なんでね、お店行ってますね。今日営業日ですね。ね。大体日曜日に営業すると月曜日休みが多いんですけど、今回は日曜日休みだったんで、月曜日、久しぶりかな、月曜日。だから月曜お休みの方は、ぜひいらしてください。よし。よし、おいったね、あと一編で終わるね。あー今日も暑くなるかな。よし、ちょっと鼻声なんですよね、言ったけど鼻声っていうか喉が痛いんですよね、ちょっとね。熱はないんですけどね。おいと。これここか、これここか。よいしょ。どうかな、ここまで来たな。よし。いいね。いいよ。いいですよ。ギリギリまでやろうかな。60日終わんなさそうだな。60日終わんなさそうですね。明日で50日でしょ。終わらんか。なかなかこう予想を覆すな。よし。違う。ちょっとこっちか。ちょっと違うね。思ったとこに刺さないね。ちょっと違うんだよね。こっちなんだよね。こうだね。よし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 。あ、もう20。あ、いかん。これまたギリギリになっちゃう。もう最近15分近いな、毎回。最後の一針。一刺し。これ行って、これ行って最後にしますね。よいしょ。あ、やばい、終わり。よし。じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。すいません、バタバタして。ありがとうございました。